ナスダは大したことなかったね。いきなりなんだよ。あ、そう、うん、まあね、うん、でも聞いてみました。分かんないことだ。分かんない、やっぱりそういう人もいるんですよね。さあ続いてはもうお分かりと思いますが、あ、こちらの方です。というわけで女流棋士の方をご紹介したいと思います。10秒の達人、最後は将棋界の2大アイドル。将棋のプロが一手を指すまでに与えられる時間はほんのわずか、女流三段の矢内理恵子さん、そして女流2級阿字木房子さん。果たして2人は10秒で何手先まで読むことができるのか。お願いします。何やってんだ。違う、みんな最初から心落ち着かせて、タイム上がってんだから。今うるさいよ。10秒聞いたことあります。20秒1 2 3 4 5 6 7 8 9。そんな手はねえ。ふざけないで、ちゃんとどうせ負けるんだから。軍事将棋だったらね。10、そちらの方が矢内理恵子さん、はい、3段、そして阿字木房子さん、はい、2級。なんか軽いね。あ、いや軽いんだけど、2級1級で初段なんですか。そうです、そうです。2級から女流の場合はプロなんです。プロなんです。やっぱりプロですよ。あの子です。2級っていうと何手ぐらいまで読めるってことなの。そんな関係ないの。関係ないよ、それは人によるもん。2流と違うんだから、2級は。10。どのくらいの時に勝ったって思うんですか。あ、自分は本当に勝ったなって思うときはやっぱり相手の玉の詰み筋が見えたときにようやく安心できる。そうなんだよ。それ何手ぐらいまで読むんですか。そうですね、100手くらいはいってると思いますよ。100手読む。日常生活も結構先読めるわけ。この恋愛が終わるとか。だってそうじゃん。いや読みだ。違うよ。もうだからやられる寸前になった時に読めるんですよ。あ、やられるなって。そこぐらいまで読めないんだよ、将棋も。詰め筋が分かんないと。あの、読むっていうか読む習慣はついてるかもしれない。ついてるよね。こう来てここで花持ってきて、この花を倒せばもっと大きな花が出てきてきて、でこれがプレゼントにつながって結婚かとか、こう読めない。全然違う。何がない。終わってきてますよね、普段は。いや、おかしいよ、それは。だじゃあ、そうなの。そんなもんだよ。なんでお前が気につけんだよ。聞いてくださいよ。聞いてください。分かんないじゃないか。いや、じゃあ聞いてくださいよ。私の場合は読めない。だってさ、お前なんか将棋してるなんでもねえじゃないか、お前なんか。お前そこら辺歩いてるおじさんじゃないか。玄関。あの、ちなみに今10秒って、なんで秒って上がるんですか。さっきだってそうだって。そうだけど、みんなそうなんです、読み方は。あ、でも男性の方で、はっきり言う。させ言う。させって言われてる意思が。なんだ、勘弁してくださいって言いたくない。巨大感みたいな。それはいない。それはいない。それはいないですね。いるとは思ってませんが。矢内さんはあれですね、10秒あればできること一気飲み。一気飲み、分かりやすいですね。若いですね。何飲むんですか、一気飲み。ビール。いや、ビール好きじゃないんで。何を。牛乳とか。牛乳。言ってることはお子様っぽいね、やっぱり。ほら出てきたよ、来たのさ。阿字木さん、阿字木さん、10秒あってできること、うん、眠れる。同類が多い。同類が多いね。10秒で眠れます。はい、ね、大先輩です。もう50年間10秒で寝てる男ですから。先輩です。ああ、でも10秒っていう単位がそういうところに行く人が多いっていうのもちょっと僕はすごいなと。10。じゃあ最後にこれを駒を分けてだな、うん、ここで積んでって誰が一番負けるかやろうよ。それ何やりたいの。だからこう、いやいや、こうやって積んでって倒した人が負けだよ、ほら、うん、こんだけやる。なんで5個もあるんだよ。だから5人で分けて、それでこうやって一、そっち側からこう積んでって最後に落とした方が負けなんだよ、ガラガラって。だから俺から最初にやるよ、だから一応ほら、はい、1 2 3。どんどん積んでくの。デコ鉢負けた人が面白いかどうかは分からない。こんなのあったっけ。ありましたよ。いや俺も知らないよ。積んでるのを崩してもらう。そうだけど、これで怖いんですって。崩れる時の自分が人差しに亡くなった人が勝ちなの。どこ乗せても。ああ、これも自分取らなきゃ。今3段。ああ、取るの。うん、終わんねえじゃん。終わる。俺あと4枚しかない。
あ、崩して、ね、自分で取るんだ。この積み方は卑怯だよ。だってこれ誰がやったってこの積み方されたらもう滑るしかない。だからそういう場合は、うん、舐める。ほら立つ。まあいろいろやってまいりましたが、とうとうスタッフはですね、うん、私たちに、このスイートルーム、うん、まあ、随分縦長ではありますが、うん、このスイートルーム何食ってんだよおめえは、はい、お前は寝るし食うしな、食って考えやってない。この最後に、うん、この番組の中で私たちが10秒の企画を考えなければいけないと、はい、一体10秒でどんな、まあ面白くなくてもいいんですけどね、うん、ちょっとアイディアがね、うん、アイディアは欲しいね。佐々木さん美味しいのそれ。うまいうまい、このパンはすごくうまい。そうじゃないよ、これを考えんだよ、これを、ね、よし真剣に考えよう。真剣に考えよう。真剣にから俺はね、うん、まあ、ギャグでいいんだったらね、うん、あれだね、まあまあ使い古された手かもしれないけど、うん、もうずっと肌の一部に寄ってて、うん、でずっと行くとなんかケツだったとかな、うん、あるよね。ああ、肌の一部にさずーっと接写してて、ずーっとカメラ引いてくると、うん、あの男の坂、あ、プロデューサーがいない、この番組の、うん、この番組の逆立ちのケツ、うん、ああ、そういうのは、まあ、興味を引き受けるよね。確かにね、うん、10秒間で答えが分かる、うん、10秒のやっぱ時間の長さがいろいろ聞いてる、人間味とかいろいろあるな。10秒長く感じる10秒ってできたらすごいな。ああ、これね、俺シリーズ化考えてるな、うん、10秒テレビのシリーズ化考えてる、うん、まだシリーズになると思う。まだオンエアも前にシリーズ化考えてる。これ面白いかつまんないか分かんないよね。まとまるの大変だよ、テレビだから。テレビバラの水洗便所の真ん中にさ、うん、バラの花が落ちてるんだよ、うん、ね、バラの花が落ちてる、うん、で水洗ジャーって流すだろ、うん、とその花がカーってこう中に巻き込まれてなくなるじゃん、うんうん、で10秒でなんか虚しいってのはどうだ。あ、それはちょっといい。なんか虚しい。ちょっとなんか虚しいポテトチップスで虚しいか。虚しいかポテトチップスで試してみるか。詰まっちゃうよポテトチップス。ポテトだってこのぐらいのもんだ、クソだって。本当か？うん。いやそれ引っかかる。つまんなかった。いや虚しいかなこれ。こっちにあんまり面白そうじゃない。いやこっちにこっちに取る。ええ？ちょっと流し。浮いてただろ？いや意外と虚しいかもしれない。ちょっとカメラ、まだまだまだちょっと、あ、カメラ持ってこいよ、デジカメ、カメラ持ってこいよ、うん、俺デジカメを持ってこい、早く持ってこいカメラ。湿気ちゃう、沈んじゃうよ、沈んじゃう、ほら早くしろよ。最近ポテトチップスももう一つ、ポテトチップスも、まあいいや、1個でいいわ、1個でいいよ、はい取って、もうちょっと最初寄ってみ、寄って、そっからスタートか、そっからスタートか、うん、もうこれスタートしたしたんだ、うん、でちょっと引いてせじゃん、もうちょっと、はい、そこまで、いい、引きすぎ、引きすぎ、え、どうするそれ、いや、ちょうど流れやすいところ、ここでいいだろ、最初からフィックスでいいんだろ、はい、うん、フィックスでいいよ、はい、ポテトチップのアップじゃないの、あー、いくよ、うん、はい、ちょっとフィックスで撮ってみよう、素晴らしい素晴らしい、これは素晴らしい、素晴らしい、これは綺麗、素晴らしい、これはあるし絵は動くし10秒ぴったり、これはすごいね。それで最後にさ、うん、あのバラが消えていく様があって、それで終わりでも良いんだけど、環境ビデオっぽくなるな、そうだ、これポテトチップの方がすごかったね、でもバラよりすごいかもしれないね、バラなかったな、そうか、いやまあ最後にやっぱなんかあのほんの0コマ1でもいいから、うん、文字をちょっと小さくてもいいから、うん、というよりも俺はそこで、ね、なんかあのテロップ虚しいっていう、まあなんかそういうのような、なんか空虚とか、まあ意味の自由とか、そうかな、自由、うん、なんか好きな言葉、ポテトチップが便座で流れて自由ってすごいな、そう、そうすると俺はあまりにも環境ビデオじゃなくて、ちょっと言ったわけでしょ、うんうん、なんか戻ってほしいんだけどね、何かがね、何かをギュッてなんかちっちゃいものがポトって戻るって全部流れないで、流れないで。